今度は僕これで。そう、どうした。気づきたくない。どうい引き返すか。ここまで来て引き返せる。朝日進もう。奥に進まれますか。ようこそ、カノン。待っていて。ええ、ただどういう…あなたたち願…そうです、この世界から。あ、どうして…私はもう永遠に続く。教えてくれ。私は人の形を、ただの人でもすでにご存知。そして一人のカノンが消え、妄想請負人カノンと死ぬことも無限に続く。だからもうどうかお願いです。だったらお気づきになり、こうあなたたちがここに、先それは全てぶっ、あんたの死は気分を害されたのであれば、そこまでして僕、その通りです。いいえ、なぜなら私には妄想は…だとしたら…俺のだ。え？これは俺の妄想だ。やはり…お…ああ、俺は先に出会い、妄想を知った。気がついたらヤマトがいた。カノンに襲撃された時…そう。だから…それじゃ…嘘…お前ら…多分だけどさ…お…そんな…マジかよ。どういうこと。きっと俺は妄想したんだ。ええ、本当に残念。先ほど申し上げたと、あなたたちは皆そう。じゃあ朝日さん、最高で笑い合える。まさか。そうです、朝日さん。はい、もその声なんだ。おはようじゃないって。これはせっ、もうだってさすがに心配で話。そりゃだけど毎日ちゃんと考え、そう僕は、あ、水木のやつはご飯は食べ、今日みたいにずって、もうあの時、そしてあなたはもう、え、だからあなたが繰り返す今日、ちょっと、そう、いい加減、最初から答えと一緒だったなんて。知らなかったんだって。朝日さんってそれ、ニートの中のニートっち。やった。今すぐ就職しろ。無理言うなって。うん、水木も、とにかくみんな俺がくだらない妄想をしたせいで。何？え？そんなこと言ったら。ええ、確かにその通りね。琴美ちゃん、リュウだ。俺も
そうだよ、だってそうです。ありがとう。笑うしかね。それ以外の方法。あなたたち繰り返す今日が。え、今までだって大切な仲間とみんなと、それだけじゃ朝日さんが皆さんに出会う。つまりそれじゃ、もちろん妄想繰り返す今日が壊れれば私が生まれた今日、そしてきっと繰り返し始めてから起きた。そええ、そのとおり。たとえ街ですれ違ってそれでもあなたたち俺にはって。朝日、そりゃ最初は嫌だったけど頭では分かってるよ。きっと全部が解決し、でもさ、できる離れ離れになってなのに、なんでもう永遠に出会え。そんなの悲しい。朝日、やはり無理じゃない。私がこの妄想を壊す。本気で。さっきさ、悲しくないわけ。じゃあなんで。私がもう一度見つけるか。世界が繰り返す前に戻るの。そしてでも可能性は低いかもしれない。だけどね、だって全部忘れて悲しいのは理由もです。まあ私は生成するわ。朝日、みんなだから